皆様こんにちは。アンティポッドキャスト、アンティデザイン編 CD の部屋、本日もお届けしたいと思います。今日は前回に引き続きデザイングループとの対談シリーズをやっているんですけれども、前回ブランディング思考は習慣化できるのテーマで、名古屋の轟くんと坂本くんお二人をお迎えしてお届けをいたしました。まさにそれの続きというところで、今日も坂本くんを中心にお話を伺っていけたらと思うんですけども、轟さんもぜひどんどん話に入ってきてもらえればと思います。はい。前回のね、すごい坂本くんのアンティに至るまでの歴史そしてその、まあ、普通大学の、まあ、経営学部ですよね。その辺を出て、全くそのデザイナーというような職種にはない商社に入ったりだとかして、まあ、デザインの実務家とはちょっと違うところを目指して一回いたんだけれども、まあ、諦めきれずというか、まあ、そのデザインにすごく開眼をしていって、どんなその自己努力を重ねてアンティまでたどり着いたかっていう話を聞いて、もう私本当にですね、胸が熱くなる思いだったんですけども、坂本くんがそんなに努力家だったのかっていうのをですね、本当ごめんなさいね、今回初めて、よかったよポッドキャストやってて初めて知っちゃって、でさっきちょっと今おいくつなのってこういうのをあんまり今聞いちゃいけない時代なのかもしれないけど、でもやっぱり聞いてる人もすごい、どういうキャリアで今なんか何歳ぐらいなんだろうって気になる人もいると思うから、ちょっとね聞いちゃったんですけども、で41歳っていうふうにお伺いしたんですけど、はい。でまあまあ、そのあれですよね、結局同じその年齢層で、まあ例えば新卒とかからそのデザイン業界に入ってったデザイナーの人たちとかとはやっぱりちょっとね、もう差が要は最初についていたってことでしょ。そうですね。まあ轟さんの僕半分ぐらいしかキャリアがないのでちょっと恐縮ですって感じなんですけどすごい偉いなと思って、でも普段のその仕事ぶりからもこの努力家な感じをやっぱり伺えるんですか、轟さん。あ、でもそうですね、僕は思います。なんか今キャリアが半分、僕の半分って言いましたけど、なんかこう積み重ねてる、なんかその濃さみたいなものは、なんか日々のその業務からこう見て取れるですね。その期間ではないんだろうなと、濃さなんだろうなっていう感じはしてます。はい。すごいね。まあ、このポッドキャストを聞いてくれてくださってる方々の中にも、その、まあ、美大とか、出てないとか、まあ、デザイン業界を最初は目指していたわけじゃないから、なんかすごくこうちょっとビハインドを感じてしまって、どういうふうにそういうデザイン制作会社に行けるんだろうとか、もし悩んでらっしゃる方がいたら、そう、本当すごいロールモデルだなと思うんですけど、もうまあ本当努力というか、まあなんだろうな、やっぱ熱意っていうのが大切だよね。本当考えるとね、いや、そのキャリアとかっていうよりかも、その厚さによってやっぱ人はどれだけ成長できるのかっていうのはまた変わってくるんだろうなと思って聞いてましたけど、そんなその坂本さんを通して今日はブランディング思考を考えたいなと思うんですけど、ブランディング思考と一口で言いましてもいろんな捉え方があるわけなんですが、ここ数回で取り上げているのはアンティグループの、デザイングループの人たちとこのブランディング思考というものを考えようというテーマなので、まあ、案件をやっていく中で、まあ、制作案件ですよね。ウェブサイトを作ったり、まあ、アプリを作ったり、グラフィックツールを作ったりっていう中で、まあ、どういうふうにその制作者の視点でブランディングというものを捉えていくのかっていうことなんですけど、まあ、やっぱり前のゲストの時もみんなそう、吉田由美子さんとかも言ってたなと思うんですけど、やっぱり言語化っていうのからやっぱり最初は入っていくっていうパターンが、まあ、一番その入りやすい話なのかなと思うんですけど、その言葉にまずはしていかなきゃいけないですよね。あ、そうで、実はこのポッドキャスト、この間までは、堀田くんというコピーライターですね、アンティのね、堀田くんにもゲストに来てもらって、まあ、その言葉の話とかを、コピーを書く専門家の視点でもいろいろ聞いたりだとかしてたんですけど、まあ、なかなか言語化って一口に言ってもこれ、簡単じゃないじゃないですか。なんかその、ねえ、どういうふうに言語化してるんですか、いつも。僕の場合は、
一番やるのは、仕事の中においては、かっこいいとか、かわいいとか、きれいっていうような、視覚で感じるその情報があると思うんですけど、そういうものを特に、そのブランドっていうものとか、から感じるときってあると思うんですけど、かっこいい服のブランドだなとか、可愛くてにぎにぎして美味しそうなお菓子のパッケージだなとか、まあそういうふうに感じ、なんかかっこいいなとか、何かこう感覚的なことを刺激されたときに、それが、どうしてそう感じたのかとか、何がそう感じたのかとか、どういうふうに、どのようにそう感じたのかみたいなことを、まあ主観的であったりとか、客観的であったりとか、まあそこをなんか掘り下げるみたいなことは、これは街を歩いていてできることだったりするので、そういうことはなんか、毎日のようにやったりとか、はしましたね。はい。それね、本当にね、超大切なのよ。もうそれもうね、基本だよねっていうかね、やっぱりみんなやってんだなと思う。やっぱ本当みんなやってますよね、ちゃんと。ちゃんとって言ったらデザイン取り組んでる人たちっていうのは、そのやり方って昔も今も変わらないなと、これからもきっと変わらないなと、もう普遍的に大切なことだなと思うんですけど、その、なんか素敵だなとか、その心を動かされたりしたことだとか、まあ、例えばなんか美しいと思ったもの、なんで美しいんだろうって、その美しい理由を探したりとか、法則を探していったりだとかっていうことが大切だと思うんですけど、それなんか実際の仕事では、それを何に、どういうふうに活かしてるみたいなのあるんですか？そういうことを考えると、結果か、要は街に出ているものとか、出くわすものって結果だと思うんですけど、デザインをこう作ったアウトプットの結果なんですけど、それを考えていくと、要は、逆算をする作業って言ったらいいのかわかりませんけど、どうしてこういうアウトプットになったのかっていう理由みたいなことを、考えられるようになっていくという言い方がいいのか、わかります。ですけど。で、まあ、そういうデザインとか、まあ、広告とか、そういう、まあ、視覚で何かを訴えてメッセージングするみたいなデザインの仕事だと、数学とかみたいに、3ですとか5ですみたいな答えはないと思うので、確実的なものではないのかもしれないんですけど、でも、そういうことを繰り返すことで、自分の中での知識体系を気づいておくっていうことが、それは自分のためになるっていうのと、そういうことを繰り返したりっていうのは、していましたね。で、結局じゃあ僕たちが、デザイナーがこう、何か仕事を請け負って、アウトプットしますよってなった時に、例えばブランドとかの話で言うと、僕はその牛乳のパッケージを見て感じたのも、まあ、ブランドみたいなことだと思う。いて、それはまあ視覚で得られてのブランドだと思うんですけど、ブランドっていうものが、あるこの人に接したときに、あのかっこいいやつだよねとか、青くて、丸くてとかっていう、それすごくシンプルな言葉で最後、結果として出てくる場面ってあると思うんですよ、その人と喋るときとか、人に言いたくなるものとか。その時にそのブランドの存在みたいなところが、人と人との間で言ってくるなってなった時に、やっぱ言葉でやっぱり伝えたりとかするから、その瞬間をこうイメージして、なんかデザインをしたらいいんだろうなって思った時に、言葉にできる力っていうのはすごく大切なんじゃないのかなっていうのは、すいません、ちょっとわかりづらいですね。わかりますよ。例えば、なんだろう。例えば、コカ・コーラとペプシとか、すごくわかりやすい例えかなと思うんですけど、まあ、あれ、目隠しされて、初めて飲む人を飲んだら、なんか、両方とも似たような味に見えるかもしれないんだけど、すごいブランディングをね、もう、歴々としてきている今のこの現代からすると、なんか、ペプシは青い、そして、コカ・コーラは赤い、そして、なんか、ペプシはちょっとこう、その赤いコーラに対して、少しこう、なんか、カウンターっぽい感じで、
いつも立ち向かってってるような、なんかそういうイメージとか、あと、アップルと Windows というそのブランドパーソナリティの違いとかも、真面目、片や真面目、片やすごくこうフレンドリーみたいなだとか、なんかそれ最後に一言で言葉で表したらどういう言葉になるんだろうっていうのから、まあちょっと遡って、デザインを考えていくとか、こういうデザイン、こういうブランドにしたいからこの色でしょっていうふうに、まあ、リバースエンジニアリングみたいな感じだと思うんですけど、遡っていって作っていくっていう感覚は、なんか同じ業界にいてやってるとすごくわかるんですけど、お客さんとかってさ、クライアントってやっぱり本当にそういうわけじゃなくて、どちらかというとその消費者目線を持ってらっしゃる方々が多いと思うので、例えばそのなぜそのデザインにしたのかとか提案の時にやっぱり説明しなくちゃいけない場面っていうのは往々にしてあると思うんですけど、その時になぜこの色なのか、なぜこの角度なのか、なぜこの大きさなのかっていうのをやっぱりしっかり言葉で説明するためには、その普段なんでこんなに美しいんだろう、それはこの色とこの色のコントラストがすごく美しいからだとか、この大きさとこのバランスがなんかこういう雰囲気を醸し出してるからだっていう、そのさっき言ったその普段の生活の中で目に入ったものの美しさだったりだとか、かっこよさだったりだとか、そのインパクトの理由を紐解いていくっていう、その鍛錬で言語化していったことが、やっぱ蓄積されていくと思うんですよね。で、それは自分のデザインを説明するときにも役に立つのかなって思う気がするんですけど、どうでしょでもそうですね。やっぱりデザイナーがデザイナーだけの言語で話をしてしまうと、それはたとえいいものだったとしても、全くそのクライアントさんとか、クライアントさんってもう消費者の一人だったりとか普通にするわけで、そういう人にはやっぱり伝わらないので、まあ、その対象が、まあ、どういうふうにそのターゲットに接したらいいのか、みたいなこととかも、案件に入るときに、クライアントさんに聞いてみたりとかすると、そこもやっぱり言語でのやり取りになるので、まあ、化粧品とかだったら、ゴリゴリ、その女性たちを引っ張ってってくれるような存在なのか、それとも優しく寄り添うような存在なのか、どういう感じですかねみたいな感じの話を、人の話を聞くときにも役に立ったりをするので。そうですね、引き出す時のね。いや、いいと思います。なんか他にこう、この言葉にする力でなんかちょっと言っておきたいこととかないのか。まあ、そうですね。僕は前職、は、まあ、広告を作る会社とかに行ったんですけど、やっぱりその、なんて言うんでしょうね。視覚でメッセージングするってなった時に、絵の要素、まあ、デザイナーが関わる絵の要素みたいなところも、すごく大事だと思うんですけど、やっぱり最終的には言葉とセットになって、初めて伝達がなされるっていうふうに、まあ、思うというか、まあ、そういうものだと思うの。で、そうしたときに、言葉がない状態の絵とかっていうのは、もうただの絵画というか、絵でしかなかったりするわけで、メッセージしたいことは何なのみたいなのが、その言葉と一緒にシンクロしないといけないので、デザインとか表現っていうことが。なので、言葉に対する理解みたいなところは、デザイナーもすごく考えて、日々、勉強しておかないと、なんかちぐはぐなメッセージングだったり、デザインだったりみたいなことになっちゃうので、実はすごく気をつけた方がいいことなるなほどね。っていうふうに、考えています。やっぱりこう、ビジュアルで何かを表現したり、ビジュアルに対して、心を動かされたりとかっていう特性の人たちが結構多い職種なのかなっていう気もするから、なんかどうしてもその言葉が苦手だったりとか、言葉に、なんか、まあ、変な話、ちょっと日本語をあんまうまく書けませんとかっていうパターンもなくはないかなって思うんですけど、まあ、でもやっぱり今言ったみたいに、その言ってくれたみたいに言葉とそのビジュアルがシンクロするっていうのはまさにそうだなと思っているので、やっぱりデザイナーも言語能力だとか、まあ、言葉に対しての理解を深めたりっていうことは必要っていう話ですよね。そうだな。いや、私も本当、文章を書くとかっていうのは本当に基本的に大切なことだなと思いつつ、
そして、もう一個そのブランディング視点で必要だと思うっていう話の中に、このなんか、スタンスっていうことがあるっていうふうに聞いてるんですけど、ちょっとここ、語ってもらいたいんですけど、どうでしょう。すいません。僕もあんまり 伝えるのが得意ではないので、大丈夫、トラキ君がフォローするから。はい。すいません。何事も、まあ、街を歩けば、例えば通勤時間30分だとし、まあ、したとしますよ。まあ、その間でもう、多分何百というデザインにこう、無意識に触れたりとか、まあ、してる中で、こう、自分のこう目に入ったものに対して、好き嫌いで、なるべく考えないようにしない方がいいんじゃないかなっていうふうには思ったりしていて。まあ、嫌いで考えない方がいい。そうです、そうです。すいません。はい。考えない方がいいよなっていうふうには思っていて、まあ、それはなんでかっていうと、自分、何でもかんでもその世の中にあるものが自分に向けられてるわけではなかったりするので、はい。自分はだって、41歳男性っていう、すごいいろんな人がいる中でも、すごく狭いカテゴリーにいるっていう人間なので、まあ、そういうふうに、考えてしまうと、視野がものすごく狭くなってしまうので、はい。なので、世の中にあるものを見たときに、何でもかんでも自分に向けられてると思わないっていうスタンス。これは、まあ必要なことだなっていうふうには思いますね。はい。ね、なんか同じようなデザインしかできない人みたいになっちゃうからね、そうするとなると。あ、そうですね。あ、そうなんです。そうなんです。なんで僕も今いろんな案件、インテリアとか、あと、美容とか、あ、ゲームとか、僕ゲームとかも実は全然しなくて。でも、きちんとその、なんて言うんでしょう、ゲームっていうカテゴライズの中、外に僕はいるんですよ、基本。ゲームしてないので。なので、どうやって形にしようってなった時に、そこの中にいそうな人を社内で、見つけてきて、一緒にやるデザイナー、その時は一緒にやるデザイナーの子とかがすごいゲームが好きだったりとか、エンジニアの子が毎日ゲームやりますみたいな子だったので、隣にちょっと座ってもらって、このデザインはあるのない？みたいなのとか。こういう見せ方はいいの？悪いの？みたいなこととか。やっぱ聞きながらこうやったりするっていうのは。いや、大切。はい。なんかそのデザインアウトプットされたデザインのその方向性とか、そのターゲットとか、今言ってくれたみたいに、商材によるこう違いってあるじゃないですか。その横のバリエーションみたいな感じのイメージで、すごい可愛いものもあれば、かっこいいものもあるし、なんかアーティスティックなものもある。で、その横のバリエーションはやっぱりそのアレルギーを起こしちゃいけなくて、で、大切なのはその横のバリエーションじゃなくて、その、これよりもこの縦というか、高さっていうか、高さ低さっていうか、要は造形としての完成度が高いのか低いか、低いのかっていうところの目線はやっぱりすごく大切で、で、その、それが可愛い路線のものだろうが、もう全く真反対のすごくかっこいいものだろうが、やっぱりその造形的に優れているのかとか、造形的な完成度が低いのか高いのかっていう、この工程をやっぱり判別しなくちゃいけないから、はい。縦、なんか分かる？なんか私の言ってること。レベルの高さ、その自分たちがそのなんか絵作りをしていく中で、その基準値を上げていくっていうことに対して、やっぱり一生懸命になるべきであって、その横のバリエーション、例えばなんかもう、ね、可愛いのしかできないとか、なんとかしかできないってなっちゃうと、やっぱ私はそれは本来のデザインではないと思っているっていう気がする。そうですね。たまに、こう、なんて言うんでしょうね。全然関係ない他人の人から聞いたりとかするんですけど、自分のその、やれる、デザインの方向性じゃないからできないみたいなことを、まあ、そういう人、言うこと、そういうことを言う人がいるみたいなことをまた聞いたりとかすると、やっぱり今、水野さんが言われたみたいに、そうではなくて、その対象となるものを、きちんとその届けたい人に向かって、その印象作りであったりとか、接し方みたいなことを作るのがデザイナーの仕事なので、本当は得意とか、
不得意とか、そういうことがあってはいけないというふうには思うんですけど、自分の中にそれがないのであれば、もう人に行くとか。うん、そう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 。そうよ。はい。いや、なんかそのやっぱりディレクション、あのデザインをなんかずっと一人で手でやるというよりかは、まあ、チームでやっぱりデザインはチームワークだと思っているんですけど、そのチームでやっぱりやっていくときに、なんか何をディレクションしていくのかっていう立場になっていくと、いけばいくほど、その自分の中だけで自分が苦手ながらできないとかっていう、そういうね、あの考え方、まあ、それこそスタンスだと、やっぱ限界がすぐ来てしまうので、じゃあ得意な人を連れてきて、あのそのさっき言ったそのレベルの高い低い、クオリティの高い低いっていうところにやっぱフォーカスをして、あの見ていくっていう視点が本当はそのデザインディレクションをするという視点になると必要なのかなっていう気がするけどね。あの作り手としてはすごくそのなんだろう、こう、はい、アーティスティックにここのこのテイストのイラストとかここのテイストのデザインとかグラフィック作らせたら半端なくうまいみたいな、そういう人ももちろん必要だしね。難しいよね。そうですね。まあ、デモという言い方がいいのか分かりませんけど、その結局商品を届けたい人たちは、デザインっていうものはそんなに見てはいなくて、それが自分にとって気持ちがいいのか悪いのかっていうのを、ぼんやり印象として受け取ったりするので、そこをきちんと作るっていうことは実は、すごく難しいことなんですけど、一人の経験とかだけではアウトプットできないケースっていうのは、もうそういうことばっかりなので、世の中にあることのすべてを見知って、知っておけばそういうことができるのかもしれないんですけど、それは不可能なので、物理的に。そうね、本当にそう、そりゃそうだ。だからもうみんなで頭をこう、ね、悩ませて、チームでやっていくしかない。まあ、それがでも結局、その、一人の想像を超えたものを作っていくことの発端でもあるから、まあ、大切だなと思うんですけど、でもそういう、こう、チームワーク的なことは、なんか、名古屋オフィスはすごくやってそうな印象はあるんですけど、轟先生、いかがでしょうか。チームワーク、そうですね、チームワーク、ちょっとすみません、戻って、その坂本さんのちょっと話に、ちょっとだけ僕も意見というか、聞きたいことがあるんですけど、それでも大丈夫ですか？はい、いや、なんかその、はい、まあデザイン制作って、まあそのコミュニケーションだと思うので、その対象に合った正しいコミュニケーションを、追求するために客観的な視点とか、はい、そういうものがまあ重要ですよね、はい。それをあらゆるところから情報を集めて、調整していく、はい、みたいなことが今の話だったと思うんですけど、とは別に、美しいものとか、これが何か人の心を打つみたいなものって、割とその個人のセンス、センスって言ったらだな、なんつうの、感性みたいなものとか、はい、はい、そういうものによる部分もあったりするじゃないですか。はい、ありますね。で、そこって、まあデザインとか商業デザインから切り離して考えるのかどうかみたいなところで、ちょっとお話を聞かせて。はい。これは、なかなか僕も難しいなって思ってるところはあるんですけど、うん、これも本に書いてあったことなんですけど、水野学さんの、センスは知識から始まるっていう本があるんですけど、そのセンスって言われてるものの、まあ、正体ではないんですけど、それは、知識のこう蓄積だったりとか、そういう知識の体系を築くことで、そのもの、対象物の、例えば、構造であるものが何か、みたいなこととか、そういうことが分かってくることがたくさんあるんですよっていうこと、ようなことが書いてある本があって、そうなってくると、単純に感性的なところっていうのも、それもやっぱりいっぱいバリエーションがやっぱりデザインとかでもあるわけで、そういうものが何なのかをいろいろできる限り見知っておく、まあ見ておくっていうようなこととか、これは良い悪いとかっていう判断が、的確にできていくのかなっていうふうには考えているんですけど、仏教師もなく、これはいいね、悪いね、みたいな
話ではなくて、そういうところもやっぱり。なるほど。だから、感性みたいなことを言ってるが、それも蓄積された知識の中での話だよって。そうですね。そういう部分で、カバーできる部分もあるという言い方がいいのかわかりませんけど。はい、なんかさ、その、登録が言ってる話っていうのはさ、やっぱりその、アーティスト、もしくはアーティスティックに、何か自分のその、持ち味みたいなものをやっぱり突き詰めていく役の人も必要と思うんですよ。でも、今坂本が言ってくれたみたいに、その、いろんなその美しさ、いろんなかっこよさ、なんかいろんなその特徴的ななんか造形の路線を、まあ、いろいろ理解した上で、そこの特色を見極めて、目的によってそのコラボレーションする相手をやっぱり見極めていくっていう、例えばなんかルイ・ヴィトンとかも草間彌生ともコラボレーションすれば、なんだっけ他の人、あの、日本人の、漫画家だみたいな人、村上隆さん。そうそうそう。とかともコラボレーションしたりだとか、そういうのってあるじゃないですか。でも、やっぱりなぜその、いろんな、あれだけテイストの違うアーティストとコラボレーションしても、ルイ・ヴィトンはルイ・ヴィトンなのかっていう、やっぱりそれは、ルイ・ヴィトンっていう老舗のあんだけのグランドメゾンが、やっぱり、あらゆるその、芸術だとか、文化だとか、その造形的な美しいものっていうものを、やっぱ熟知しているからこそ、ああいうふうにこう、使いこなすことができる。使いこなすって言ったらちょっと上からっぽいんだけど、でもやっぱりそのアーティストの魅力もさらにそのルイ・ヴィトンとコラボレーションしたことによって引き出されたりとかするわけですよね。なんかそういうこうなんかデザインだとか、ああいうなんか、ビジュアル表現だとか何かを作っていく上でのこうパトロネーゼ的なああいうスタンスのある役柄も必要だし、そのやっぱ両方がなんか持ちつ持たれつみたいな感じなのかなっていう気がして。さあ、そろそろまとめに入るぞ。はい、すごい、ちょっと今日中身濃かったんじゃない？これ、ちょっとどうですか？お二人ちょっと振り返っていただきたいんですけども、これ。どうですか？どうしました振り返り、あ、そうですよ。佐野さん、そうですね、中身。佐野さんがいかに、まあ、日々深く思考しているのかなっていうのが、僕は、こう今回見受けられて楽しかったなと思うんですけどね。佐野さんって、なんかそう、普段のその、なんていうんだろう、自分のメソッドというか、はい、こなしてることで、必要だと思ってやってるかもしれないが、大変だなとか、はいはい、なんか、楽したいなとか思わないですか？それは、やっちゃう。そうですね。なんか気がついたら、なんかいろいろ考えちゃってるみたいなこととかは、うんうんうん、まあ結構あったりはしますかね、うん。その習慣になってしまってる部分っていうのは。でもそれは多分皆さんあるのかなと思うんですけど。いや、その習慣化がすごいいいなと思ってて、やっぱりそれ習慣化できたら苦じゃなくなるじゃないですか。はい。そこまでどうやって持っていくかっていうのが割とポイントかなと。なんか、何かをこう、成し遂げたいみたいな時に、結構遠くのことを見ちゃうことって結構あると思うんですけど、うん、あんな風になりたいとかって、なんか、それも大事だと思うんですけど、そこに行くまでに、すごく身近な、毎日できそうなゴールを、ちょっとずつ、叶えていくみたいなことは大事なのかなって思ってて、うん、10分何か考えるとかでもいいんですよ、結局。うん、通勤時間の間に、これ僕やってたことあるんですけど、人を観察してメモを取るみたいなこととか、もう変な、おかしな人ですけど。いやいや、でもそれ、まさに我々の師匠、中西元夫先生も同じこと言ってた。あ、そうなんですね。同じこと言ってる。はい、その短期的なものと長期的なものっていうので、はいはい、どうしても短期的になんか結果を求めたがるから、あ、はい、その小さいところの積み重ねがつながってるっていうところまで思考がいかないんですよね、はい。いかないですし、自信が持てないんですけど、そこは自分の行動とは別な部分も、その、なんていうんですか、メンタルコントロールではないんですけど、うん、
自己需要っていう言葉があるんですけど、最近知ったんですけど、ありのままの自分を受け入れる。で、別にナルシスト的になるわけでも、自信過剰になるわけでもないんですけど、そういうことをしていくことによって、自分自身をむやみやたらに、追いつかなかったとしても否定することはなくなっていくし、まあ、ちょっとこれ調べてほしいんですけど、自己需要。自己需要ね。まあ、すごい大切なことです。本当に長く、下手したらそのデザイナーとかね、ものづくりに関わる人って一生かけて学んでいかなきゃいけないんで、毎日毎日、なんていうんですかね、苦悩したりとか、なんで自分はこんなにできないんだろうみたいなこととか、そういうことに悩まされる日みたいなのって、結構、それは、どんなにできるデザイナーの人だったりとかしても、普通にあるようなことだと思うので。いや、そうだね。もう、その連続だっていうのは、もう、これ、逃れようがないんですよね。で、じゃないと、やっぱりその先に行けないからっていうのもあるでしょうしね。その先にね。はい、うん。ありがとうございます。はい。まあ、心がけと、なんか、その自己需要みたいな話と、あと、目の前に、できることから少しずつ積み重ねていくみたいなこと、まあ当たり前のことしか言えないんですけど、はい。いや、大切です。なんか、本当に最後は、坂本くんからのみんなへのエールみたいな感じになりましたけども、はい、ちょっと今日だいぶ中身の濃い話になって、あっという間のお時間でございましたが、本当にお二方ありがとうございました。これに懲りずまた遊びに来ていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。名古屋の轟くんと坂本くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、今日も今日とて、またすごく深い話で、ちょっと坂本くんのバックグラウンドには本当に驚きまして、すごいな、彼はそんなに努力家だったんだなというのと、やっぱでもあれだけそのなんだろう、ちょっと鉄ある種哲学的にデザインを紐解いたりだとか、理解をしようとしている様子をこう聞きながら思っていたのは、その彼にとってある種こうちょっとコンプレックスだったかもしれない、そのなんか美大とか行ってないとか、最初全然違う会社に入っていたとかっていうことが逆に強みになってんだなっていうのをなんか最後の方ひしひしと感じてきて、やっぱりあれだけそのロジカルかつこう客観的にそのデザインを作るっていうことが何なのかっていうのをなんかこう頭の中で紐解こうとしていろんな努力をしているっていうのは、やっぱその自分の足りないところをカバーしようとするために多分出てきた行動なんだと思うので、逆に言うとね、やっぱり変に言ってた、まあ、自分がそうなんですけども、私、高2の時から、まあ、デッサンの学校に通って、まあ、デザイン予備校みたいなね、美大予備校みたいなのを通って散々、絵をやってきましたけども、そういう人たちいっぱい、まあ、だから周りにもいたんだけど、その造形という手を、自分の手で造形をするっていうことが得意な人だとか、そこがよりどころになっちゃうと、むしろこの今日、坂本くんが言ってたような、ああいう思考を張り巡らせたりだとか、客観的になぜデザインをするのかというその目的について考えようとしたりだとか、またあるいは努力をしたり行動をしたりしようっていうふうに逆にならないのよ。だからそこが本当に人間っていうのはその弱みというふうに思っていることが本当にこう一点強みになるんだなというのを感じて勉強になった。いや、そしてやっぱりああいう人材を本当に大切にしていける会社でありたいというのを私心から思いました。いやー、轟くんもいろいろといつも本当に面白い話をしてくれて、今日はちょっとね聞き役に徹してくれて、良いサポートを入れてくれて助かりましたけれども、また本当名古屋はいつもこうエキサイティングなメンバーが揃っているので、またぜひお呼びしたいなと思います。はい、それでは次回もまたお楽しみにいただけたらと思います。ありがとうございました。